お集まりいただきありがとうございます。ただいまから臨時の知事記者会見を行います。本日の発表事項は新型コロナウイルス感染症への当面の対応についてであります。それでは長崎知事から発表いたします。はい、ではよろしくお願いをいたします。まず感染状況ですが、昨日の新規感染者数は261名、先月25日から昨日までの1週間あたりの新規感染者数は1628人と、前週と比較いたしまして146人減となっております。全体としては減少の方向に向かっているのではないかと、こう認識をしている次第であります。感染が拡大を、さらに抑え込んでいくため、現在高齢者施設、あるいは学校保育所など、子どもに関連する施設での、クラスター対策を、重視し、取り組んでいるところであります。まず高齢者施設についてですが、施設職員及び入所者とも先月末の時点でワクチン接種が可能な方への接種はおおむね完了をしております。まだ残された方は若干いらっしゃいますが、体操は完了をしているところでございます。また学校保育所などにつきましては今週から検査範囲の拡大、いわゆる新山梨方式を開始いたしました。検査範囲の拡大によりまして、感染連鎖を防いでいこうと、こういう取り組み、でありますが、これは今現在、実行中、であります。こうした取り組みによりまして、直近では、これらの施設におけるクラスターの発生は相当程度、抑えられて、きつつあると、こういう状況だろうと思っております。こういう状況の好転を捉えまして、できる限り早期に、経済回復に向けて舵を切ってまいりたいと考えているところではありますが、そのためにはですね、病床使用率ですけれども、これを何とか 50% 以内に抑えていきたいと、これを一つの目安とするべきだろうと考えております。現時点におきましてはまだ 50% 上回っている状況でございます。また新規感染者数の減少スピードというものもですね、穏やかというか、緩慢な状況でもありますので、あと1週間、感染状況と病床使用率の推移を、慎重に見極めてまいりたいと考えております。この1週間、の間にですね、ぜひワクチンの、3回目の接種を、促進をしていきたいと、考えております。現時点でワクチン接種3回目を終えられた方、県民の皆様は約21万人、いらっしゃいます。大体対象の約3割、に達しております。接種間隔6ヶ月の到来によりまして、今月末までにはさらに、接種済みの方が増加していくものと、見込んでおります。これはもうすでに公表もしておりますけれども、3回目接種を終えられた方の感染率は、著しく低減することが、本件のデータによりましても明らかでありますので、この接種の流れを加速させることによりまして、ご家庭も、地域社会も、新型コロナ感染症に対して、強い体質を獲得してもらいたい、獲得していくことができようと、考えております。ワクチン接種の進展、と、それから冒頭申し上げましたクラスター対策、によりまして、新規感染者数の減少の加速化と、病床使用率 50% 以内と、こういう状況を実現いたしまして、その上で、経済回復に向けた、舵を切る、考えでありますが、その場合はですね、会食における人数制限は、ぜひ撤廃をしたいと。それからグリーンゾーンの宿泊割なんかも、再開するべきだろうと、考えております。で、こうした観点からですね、現在、県民、事業者の皆様にお願いをしております、協力要請ですが、次元的に、6日までを、要請期間としている3つの項目のうち、外出や、他の市町村への移動にあたって県からの感染状況等の情報を把握し、慎重な判断と行動をお願いするもの、そして同一グループ、同一テーブルでの5人以上の会食の自粛をお願いするもの、これら2点につきましては、1週間延長させていただきまして、今月13日までとさせていただきたいと思います。なおです、まん延防止等重点措置が18都道府県におきまして、
今月21日まで延長される見込み、見込みでありますので、この重点措置対象区域への移動の自粛要請につきましては21日まで延長したいと思います。これからですね、年度末、あるいは年度始めに向かいまして、さまざま送別会、歓送迎会、歓迎会、あるいは お花見、こういうシーズンがやってくるわけですが、ぜひ、今年はですね、伸び伸びと、県民の皆様、私ももちろんそうですけども、こういう、会合というものをですね、そろそろ恋しくもなってきてるわけでもありますし、こういうことを通じてですね、その人とのこうつながりというか、そういうものも取り戻していかなければならないタイミングに差し掛かっていようと思います。ですので、ぜひこの1週間、この何ですかね、この歓送迎会シーズン、お花見シーズンを、楽しんでいただくためにもですね、ぜひ、この協力要請の遵守とともに、接種券が送られてきた方につ、つきましては、もうぜひとも早く、第3回目のワクチンを、打っていただきたいと、思います。県民の皆様の、ご理解とそして、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。なお最後、信玄公祭りに関してですが、信玄公祭りにつきましては、来月の開催に向けまして準備を進めてまいりましたが、今般ですね、東京都はじめ近隣都県のまん延防止等重点措置が延長と、なりますので、これに伴いまして、出陣団体29団体中、15団体、が参加を辞退するとされるという申し出が、ありました。また協賛金に関しましても例年の 50% 以下、と、著しく、減少する状況、となっております。例年多く東京圏からですね、その出陣団体、企業さんをお迎えして、出てきているわけですし、そういう方々から、そういう会社さん、から協賛金なんかもいただきながらですね、このお祭りを、催しているわけでありますが、今年はですね、今般のマンボウが、延長されたということで、ぜひそういう会社さんからですね、辞退させてほしいと、こういうお申し出を、いただいて、多くいただいているところであります。こうした中、私は実行委員長、実行委員会会長でありますので、事務局にですね、こういう状況を踏まえて、延長を延長の検討を、してですね、実行委員会にお諮りするように、指示をしたところでございます。なおですね、本日、一部報道におきまして、その祭りの延期が決定事項のように報じられておりますが、念のため申し上げておきますが、開催の是非というものはですね、実行委員会が、決定する、ものであります。現時点におきましてはまだ会議の開催通知は出してないものですから、これはすでに方針が決定されたということはない、これから決定されるもの、さまざま議論があろうかと思います。そうは言ってもやっぱりやるべきだという議論もあろうと思いますし、私も個人的にはそういう心情もないわけでもないわけでもありますし、ただ今申し上げたような事情をどう捉えるか、あるいはその収まったと言えると思うと、まだその感染状況の見込みが、先ほども1週間延長し、様子見たいというような話もいたしましたが、準備の関係でいうとそろそろギリギリのタイミングの中でですね、そういう状況をどう捉えるか、さまざまなことを各実行委員会の委員の皆さんにですね、ご議論いただいた上で決めるべきものでありますので、この点につきまして申し添えをさせていただきたいと思います。本日は私からは以上であります。それではただいまの発表事項についてご質問をお受けいたします。質問がある記者の方は挙手の上、はじめに所属氏名を名乗ってから質問をお願いいたします。いかがでしょうか。朝日さん。朝日新聞吉田と申します。協力要請について、教えてください。次元が定められている雨天についてはその次元を少し先に伸ばすということでございます。
3件ですね。あ、3件指定します。はい、3件ですね。で、うち2件は、1週間。うち1点はそのまん延防止等重点措置の延長の期限の幅に合わせて、そういうことですね。はい、先日ですね、もともと臨時特別の協力要請だった内容を一般の協力要請と一本化して一緒になってますよね。でその中にはもともと臨時特別の要請だった、ワクチン未接種者へ その外出自粛の要請とか事業所に対して、干渉してくださいというようなこととかも入ってますよね。はい、これは一般の協力要請として引き続きこう次元を定めずに盛り込まれていくということになる。もちろんですよ。ということ、もちろんです。でこれは現在の協力要請は3月31日までの間ってなってます。そうするとこの3月31日が近づいたらこの内容の改定についてはまたご検討されるということでしょうか。おっしゃる通りです。そういうことです、ね。はい、それは感染状況においてその部分、今私が、お伺いしたもともと臨時特別の要請だった内容についてはどのようにご検討されますでしょうか。その時の感染状況を踏まえて考えたいと思います。なるほど。じゃあ現時点ではちょっとまだなと思うということですか。はい、今お話があったやっぱりワクチンに関してもその3回目打った方と、まだ2回目終えてない方、この違いというものはですね、約10倍ぐらいでしたっけ。まあ、感染率ではその、まあ、これ発表させていただいておりますけども、まあ、大きなこう違いがあると、いうこと、まあ、これがありますので、その減少傾向にあるとはいえですね、まだ100、200の単位でですね、毎日出て感染者、感染される方が出て、いるわけですし、また、まあ、特に高齢の方がになると、それがまた病床の圧迫よ、まずご本人のに対して その健康に対する重大な脅威にもなりますし、まあ、社会的に見てもその病床というものが圧迫されて、まあ、その間こう経済ストップ、まあ、ブレーキをかけているという状況でもありますので、まあ、そういう意味ではですね、そのワクチンを打たれていない方に関してはぜひ気をつけていただきたいと。それはご本人はもちろんのこと、その方を取り巻くですね、周りの方も、まあ、特にやはり気をつけてあげ気をつけるような気配りをしないといけない。これ差別とかそういう意味ではなくて、まあ、例えばその何ていうんですか、その仕事柄何柄こう人です多くの人とですねこう接するようなポジションであればですね、まあ、ご本人がそのちょっと怖いんですけどというような申し出があればですね、それはやっぱり前向きに受け止めてあげて、まあ、みんなでみんなを守っていく。こういう呼びかけでありますので、これは現状を変えるような感染状況ではなかろうと、こう判断しています。なるほど。よろしいでしょうか。はい。他はいかがでしょうか。はい、YBS さん。YBS の横地です。新元号祭りについてお伺いします。まあ、お祭りの延期は決定事項ではないということをおっしゃってました。まあ、実行委員会の会長として延期の検討は指示されたということなんですが、これまで知事新元号祭りの春の開催について、まあ、反転攻勢ののろしにしたいということもおっしゃっていたと思うんですが、そういった中で今回このような指示をせねばならなくなったということについての受け止め、心情、今思いどのようになりますか。いや、まさにおっしゃるようにですね、その、まあ、この春のお祭りをですね、その、まあ、コロナを乗り越えて、いよいよ経済再開、生活を取り戻していく、まあ、そういうそのちょうどいいこうバネにしたいという思いは常々強く、まあ、去年からですね、ずっと強く持っていたわけですけども、まあ、そういう意味で、この第6波、あるいはひょっとしたら7波も一緒に来ているのかもしれないような状況というふうにも、人によってはおっしゃっている論者もいらっしゃいますけども、まあ、こういう状況で、かなり多くのところがまん延防止、大変な感染状況のままになっているということで、もう今判断はもうこのタイミングがギリギリまでで粘ったわけですけども、まあ、このタイミングでやらないともう大変な関係各位にご迷惑をおかけしてしまうということで、このタイミングでも判断せざるを得ないということで、その延期のご検討をですね、お願いをお諮りするわけですけれども、残念の極みです。残念の極みではありますけれども、お楽しみはまたこれ中止するつもりは全くないものですから、
適切なタイミングでですね、これまでもう度重なる延期、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 毎回その期待しながらがっかり、してきた、わけでありますけれども、ただここはもう何としてもですね、とにかくやり49回はやりたいと、ただそれはみんなが安心してできるようなタイミングで、環境でやりたいということでありますので、この点今できなかったのはもう残念の極みではあるんですけれども、粘り強くですね、引き続きチャレンジをしていきたいと思います。また先ほど冒頭その発表事項の中で申し上げましたけれども、もう少しこう病床の使用率、多くの皆さんと力を合わせてこの病床の使用率が下がってきて、医療提供体制にこう負荷が軽減できるようになればですね、ここは先ほどこう経済再開向けてアクセル踏んでいこうということでありますので、その信玄公祭りというツールではないにしても、別の手段を考えてですね、明るい春が迎えられるようにですね、我々としては最大限尽くしていきたいと思います、はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、他はいかがでしょうか。じゃあ、マリさん。マリさん、先ほどの信玄公祭りの関係ですけども、昨年はこの春の段階をちょっと見送って信玄公生誕の11月のタイミングというような話だったと思ったんですけど、今年まだ決まってないと思うんですけど、先ほどした適切な時期っていうのは秋頃っていうことになるんでしょ。出直し、仕切り直しをするとすればそれぐらいになるんじゃないかと思います。はい、次やるときは今回いろいろこういうこともやろう、ああいうこともやろうってこう考えたわけですけども、それは全部盛りで秋の新元号祭りは やっていきたいと思います。はい、YBS さん。はい、すいません、脱却 YBS の横地です。新型コロナにいます。県内で初確認されてからこの週末、あさってがちょうど2年になるんですけれども、改めて、この2年間振り返っているとかなり大きな質問になってしまいますが、今この2年間どのように感じているか、また県民の方に今改めて伝えたいこと、呼びかけたいこととあればお願いします。はい、本当にその五里夢中の中、手探りでのこう2年間、であったわけですが、本当に多くの皆様、県民の皆さんと大変なその感染防止、努力、そして医療の前線、最前線に携わっている医療従事者の皆さん、あるいはまたそのバックアップを、あるいはもろもろやっているその保健所をはじめとするですね、県庁と、もちろん県庁もそうですけども、その、行政機関の皆さん、多くの人がですね、その本当に必死になって、向き合ってきた、わけですが、幸いにして、そういう皆さんのこう努力、我慢、こういうもののおかげでですね、なんて言うんでしょう、その他地域で見られるようなですね、その、医療にアクセスがないまま、なんでしょう、こう、半分放置されるような形でですね、その、亡くなりになるような事例というのは山梨県では、一つも、ない状態を何とかにして、全てのですね、感染された方に、医療へのアクセス、というものは少なくとも保障されている、こういう、状況を思っています。また他方で経済に関してもですね、これは飲食店の皆様に現在進行形で極めて大変な状況であるのは承知はしておりますし、県としてですね、そこに対して大きな問題意識と、考えられる対策というのはしっかりやっていこうという思いではやっておりますが、ただ一方でですね、その、他地域の状況は私は論ずる立場にはありませんが、少なくとも山梨県においては飲食店発のですね、クラスターが連鎖して、それがこう市中感染の大きな原因になっているというような状況はできていない。これはやはり飲食店、あるいはその
対人サービスに関する皆さんがですね、その感染防止対策というものに極めて高い意識を持って臨んでくださっていて、ある意味その感染症に強い、体制というのもできつつある、まあ、こういうような県全体の進化というのはあるんだろうなと思います。まあ、ただまあ、それは必ずしもまだですね、その今はこうちょっと縮こまっていなければいけないような状況でありますが、まあ、その縮こまっているのも限度というものがあろうかと思いますので、まあ、我々としてはですね、その一刻も早く、まあ、なんでしょう、先ほど申し上げましたように、その病床使用率 50% 以下を実現してですね、まあ、経済再開に結びつけたい。 50% 以下でも、まあ、多分大体計算するとですね、1日あたり200人ぐらい、まあ、今の状況を予見前提とすると大体まあ200人ぐらいのこう感染者、ではあるんですけれども、まあ、ただそのなんですかね、この200人、まあ、出る状況があっても、もう経済が再開できる、完全なそのウィズコロナという、ね、まあ、そういうその社会状況を、まあ、実現、まあ、真剣にその実現に向けて議論できる、ような状況にまでなっているということでありますので、まあ引き続きですね、その、まあ、医療、まあ、命とそれからその生活経済、まあ、これがですね、その感染症下にあってもその両立しうる、まあ、強靭な山梨県づくりの、まあ、ファイナルステージに向けてですね、まあ、多くの皆さんに引き続き頑張っていきたいと考えしてあります。ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして臨時の知事記者会見を終了いたします。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。